かりです。東北三姉妹、三女、キリタン。今回もマザーランダム封印縛りをやっていきます。ホーリーローリーマウンテン対策に縛りを変更しました。ダンジョン内でテイク10を行ったら逃走解禁です。積みそうなので。今は ANA ドロイドのレベルを認定に合わせています。18くらいまでは上げたいですね。認定に経験値を入れるとパーティーの最大レベルが上がるので、間引いています。面倒ですね。認定が硬すぎます。マジカンとの敵が弱いというのもあります。こいついつまでカットしているんですかね。カット。レベル上げ開始です。1時間くらいかけて終わりました。レベル18でザオリクを覚えました。ロイドもレベル18です。1時間で4650円。怪しいバイトかな。お金持ちの未熟女の簡単なお手伝いかな。ダンカン工場で取り忘れたスーパースプレーを取りました。ダンカンこの野郎。ついでに不思議なリボンも取ります。キャンディーは封印済みです。メロディーを取りに砂漠に向かいます。鳥取砂丘、サハラ砂漠。砂漠に水なしで行く子供3人。ロイドに至っては帽子もないです。でも描写されていないだけで持っているのかもしれません。89年のゲームですし。そもそもまだ砂漠にはついていませんけどね。もうそろそろ着きますね。砂が見えました。タイタニーです。硬くてサソリは虫のはずなのに、虫系を一撃で倒すスーパースプレーが効きません。間違えてスーパースプレー打っちゃった。基本的には物理と昏睡させるくらいしかしてこないので面倒なだけの雑魚です。泥試合となったので4倍速です。狼よりはマシです。暇なので米返し。ヌポツ、おつ、いつもありがとうございます。優秀なバグアイテムなのに。飲みと白身の話ですね。使い切りで入手も難しいので、使いどころは難しいです。もう使えませんが回復します。ガラガラヘビです。毒はありませんが最後の一撃があります。ハロウィーンで殺されたやつですね。死んだ。でも大丈夫です。スーパーヒーリングならね。てってて。5つ目のメロディーはこの先です。あ、着いた。これ攻略本ないときつそう。それでは遺跡に向かいます。遺跡に入るまでは砂漠は逃走禁止です。それでは飛行機に乗って戦車を借りましょう。飛行機に乗っている間に米返しましょう。鬼畜封印神。まだサイコシールドも傷薬も封印されていないから平気平気。どんどん積みに向かっててにっこり。なあに、あと20封印もしないから大丈夫大丈夫。フラグです。バンはまあ不便になるだけなのでセーフ。実はホーリーローリーマウンテンあたりで悪用できたかもしれません。具体的には進みながら適当なところでパンクジョを撒いて逃走禁止エリアまでの距離を短縮します。南半球かな。スノーマンはアメリカ国内のはずなので違いますね。なんで雪が降っているんでしょうか。 BSI の力でしょう。適当。列車使わないでトンネルを行ったら敵がかなり強かったのを思い出した。スージーやエナジーロボあたりがいたの確か。スージーやエナジーロボはやばいですね。トンネルは危険。主人公は攻撃さえ無理のつらいな。2からやっと攻撃さえあったのは革新的だったな。そうですね、 PK 気合とか強いですからね。あと話変わりますが、2の主人公って終盤他の仲間と比べてめっちゃ強くなりませんか。 HP とか。 HP は他の仲間の倍くらいあるイメージがあります。ラスト防具キングスターマンあたりがきついな。そいつらと戦う機会があるかは分かりません。ドラクエ方式ね。そうです。チミドロゾンビはファミコン版だと本当にチミドロだったがやっぱり修正されてるね。
カラスのタバコも修正されていましたし、あとギャングゾンビの拳銃が当たった後も修正されていました。結構修正されていました。マザーシリーズは雰囲気を楽しむのも醍醐味だよな。そうだね。一匹くんは一匹の代わりに強いです。プレイジは普通の銀狼と間違えていました。よりによってその2つかよ。なんでこれがピンポイントに WW？2 つとも使えるアイテムですが、スーパーボムは FC 版でドロップ以外で入手できるかはよくわからず、ノミとシラミはドロップ限定でドラゴンくらいにしかまともに使えません。だから S の価値があったかは正直微妙。攻略本片手にやってましたが、初見は全く同じことしました。我も上の工場で、投稿者と同様に段間工場でペンシルロケットを取った人は結構いますね。この真似のデカさ、貴様偽物だな。ニコニコ動画、両つべの9割のゆずきゆかりは貧乳です。ですがこのゆかりさんは違います。まあ明らかに中の人が大きい立ち絵を選んでいます。6でもないですね。ここに気づかずに探してた。そもそもヒントはさすがにあるはずでしょう。多分そうだね。差があるから一人透けてるね。スーパーヒーリングしなきゃ。あの当時はないですし、この先でロイドが生き残る保証はないです。ロイドは死んだ。もう戻らん。ヤバいのが封印されたけど、ラスガンこれどうするんだ。テイク11以降は逃げられます。だからどうにかなります。1ダンジョンの道中でテイク10行くダンジョンもそうないでしょう。戦車を永久に借りました。壊れるまで返しません。進め。ここメタルマックス。メタルマックスはやったことはあります。最後まで流行っていないですが。 R7037、 これはイベント戦闘です。この先の遺跡侵入で砂漠逃走解禁です。3人が1回ずつ戦車砲撃っていますが、3台あるのでしょうか。どう見ても1人では動かすのは困難でしょうし、攻撃もどうやって跳ね返しているのでしょうか。スターマンです。全盛期の成田ブライアンを倒した馬です。そういえば成田新幹線って多分計画されていましたよね。ボツになったっぽいですが、サイパワーストーンを16分の1の確率で落とします。こいつを狩るのは面倒です。遺跡です。ここでは敵が出ません。だから全カットです。スピードカプセルを入手。アナに使います。マジカントを出るとそこはイースターだった。遺跡踏破で多分出る場所が変わりました。イースターにはあれがあります。積みかけたら多分容赦なく悪用します。砂漠で出てきたやつですし、硬いのでいつも通りカットです。レッドスネークカモン、マザー版メタルスライムです。絶対に倒しません。はぐれメタルはいません。早く逃げて。やったぜ。そういえば昔イースタン航空ってありましたよね。エスバーボットは特殊技の PK ビームガンマを、オメガ総裁はサイコシールドアルファで遅延行為をしてきます。結構食らいますね。一番危険なデスバーボットを撃破。残りは消化試合です。まあ防御型の敵ですし、 PK ビームもアルファなら30ダメージで済みます。サイコシールドはただの遅延行為です。遅延行為やめろ。回復します。回復します。アクシロよ。PK さよならだ。ゴール。テレポーテーションを覚えます。助走が必要なルーラです。助走中は敵が出ないから悪用できます。さすがに切羽詰まんないとやんないけど。ロイドの最強装備を購入。多分キングのせいで子供しかいないイースターを抜けてバレンタインに行きます。さらっと流される悲惨な状況のイースター。もう見たからカット。ここはマジで長いです。
ここには中間地点があります。ピッピの別荘です。そこに行っても逃走禁止は解除されませんが、回復ができます。当然ただです。花火でもあげましょう。スパイダーマンは虫系です。スーパースプレーを使います。ヒーリングアルファはまだ使えるので使います。キリタンポッポータンポー、シュタタタタタタタ。余裕ですね。さすがに長いから止め返し、ついて行って一緒に入ってくる。多分レザーを着たいい男が待っていますよ。多分そっちではないです。ネスバーボット、改めて移すということは即死するということです。全日空じゃないからセーフ。日本航空、東亜国内航空、横浜国際航空。スーパーヒーリングの活躍シーン。もうアナの PP が切れそうです。 PK フリーズの打ちすぎです。サイコシールドとスーパーヒーリングもあります。スーパーヒーリングは PP 消費が34です。ロイドの親がいました。ろくなことはしてないし、長いので8倍速です。ピッピの別荘に無断で侵入します。勇者行為をしましょう。一人でこんなモンスターだらけのところに来る10歳前後の少女、実は宇宙人かも。それでは先に進んでいきます。ここからは当然回復はないです。敵でないで敵でないで、マジで出ないですね。これは私の日頃の行いがいいからでしょうか。100日後に死んだ後に炎上して仮装されるワニが来ました。それなりに強いですが、ノースジです。サイコシールドを貼って殴ります。それだけなので加速します。ロイドと任天のダメージが渋いですね。ディフェンス150にダメージ25前後ですか。ロイドと全日本空輸株式会社がレベルアップ。回復します、回復します。行くよ。左進行、右ムークです。 PSI をバンバン使います。サイコブロックはないので、ライフアップやディフェンスアップを止める手段はないです。やっぱり攻撃力が厳しいですね。でも攻撃力を上げる手段は、あ、こいつは物理攻撃の命中を下げるダークネスを使います。あとついでに昏睡や麻痺にしてきます。こいつは畜生ですね。地味に目が3つあります。キモいですね。ザーコザコザコザーコ。サイマグネットは敵の PP を吸収します。多分あんまり使わないはずです。毒消しはゴミです。効果はお察し。キャロラインです。ディフェンスアップをしたりダークネスしたりします。105に仮装されるワニ君より強いです。たまにはカットや4倍速をせずに褒め返し。ハナの HP の回復しようとしたか。投稿者は最大 HP をよく把握していません。無能。このキリタンは何歳ですか。立ち絵の説明書やら何やらを見てみましたが、見たところこの立ち絵のキリタンの年齢は設定されていないですね。ちょっぴり大人のキリタンの立ち絵としか書かれていないので、多分14から17歳くらいでしょう。この動画は R18 指定です。私は小学5年生ですけどね。 R18 のマザーとはコメント切れ。バイソンです。団体なら基本的にただの連続攻撃をしてくるノースジです。ダメージは結構痛いかも。ロイド死にそう。しかもディフェンス160です。もはや話題がないです。こっちの次回作候補の話をしましょう。ロイドが56ダメージ ×2 を食らってバイソンに乗られました。ランダム封印縛りならマザーニア東方水無双ですね。東方水無双の方はまずクリアしないといけないので、多分やらないと思います。
あとはリマスター版ファイナルファンタジーを買ってやるという選択肢もあります。ただまずはセール中に入手してクリアしないといけません。他は何も考えていません。いつの間にか大ピンチです。オフェンスアップを駆使してなんとか倒しました。結構攻撃力上がりますね。かなり使えると思います。できてんだよ、できてんだよ。もうあと2円かで終わりです。こっちだね。1円かで終わりでした。ハンバーガーはテイクアウトプリーズ。テイク2です。もう話すことに困るので4倍速です。返すコメントが切れているので話すことに苦労しますね。人間ならセーフ。戦闘後に蘇生させます。尺埋め用に封印されてほしくないものランキングをやります。また5つずつ見ていきましょう。この投稿者いつもこれやってんな。サイコシーヘド系は味方のダメージを半減するバリアを張ります。これがないとラスボスの攻撃を軽減できません。傷薬は無限入手できる単体の HP を全回復させるアイテムです。ライフアップベータはデフォイミです。回復量も同じくらいです。オフェンスアップの効果を実感しつつ最大レベルが上がりました。封印します。痛いんでしょうか。マジックハーブは味方一人の HP を30前後回復するアイテムです。ぶっちゃけここまで来たらいらない。ダメージを受けた状態で戦闘する無能。ショックガンは酔い度が使う武器です。弱いからいらない。火炎放射器は酔い度が使える敵全体に100前後のダメージを与える道具です。経験ダメージと引き換えに無限入手可能です。スーパーヒーリングは消費 PP が多いザオリクです。ディフェンスアップデータはドラクエ4のスクルトです。つまり強いです。クイックアップは味方単体の素早さを上げます。多分役に立つはずです。ハンバーガーは味方1人の HP を60前後回復するアイテムです。スピードカプセルはドーピングアイテムです。効果は素早さアップ。終わりました。エナジーロボは回復と爆発をしてきます。不在ですね。無能投稿者の構成力のなさのせいで何度もやっている封印されてほしくないものランキングをやっても全然尺が余ります。キリタンポッポータンポー。できてないですね。出ました。まず私を煽ったやつからキリタンポにします。バレンタインが見えました。あと少しですね。今気がつきましたが、ヨイドとアナの経験ダメージが1000くらい差ができています。棺桶に入っている時に差がついたのでしょう。混乱に苦しみながら撃破。今度からは成功テイクだけちゃんと見せていくようにします。他にいい見せ方がなければですが。でないとこの無能投稿者のように話すことに困って成功テイクで4倍速に頼ることになります。無事バレンタインに到着。戦車の修理費の200ジンバブエドルを払います。実はあの戦車は柔らか戦車とかなのかもしれません。それでは今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。投稿者です。この動画が気に入ったらコメントとニコニコならフォローといいねを、ヨウツベならチャンネル登録と高評価をお願いします。